マスダ川ダムは、島根県マスダ市、二級河川、マスダ川の本川中流部に建設されたダムである。島根県が管理する高さ48メートルの重力式コンクリートダムで、マスダ川の治水を目的として、洪水調節目的に特化された治水ダムである。常用洪水発揮を川床部に設置した、いわゆる穴空きダムの構造をとっており、この種のダムとしては、 完成しているダムの中では現在日本最大規模のダムでもある。ダムによって形成された人造湖は地元からの公募によって日だまり湖と命名された。増田川は流域の大半を中国産地で占めており、大雨が降るとたびたび水害を引き起こす河川で流域では過去に幾度となく大きな災害に見舞われてきた。島根県は戦後食料を増産に伴う 農地開発において、水害から農地を守ることを目的に、農地防災事業を進めていたが、その一環としてマスダ川の支流に、農地防災ため池の建設を行った。すなわち1956年マスダ川に佐賀谷ダムを、1959年、マダニ川に大峠ダムを、1965年、旗川に笹倉ダムを完成させ、マスダ川の治水対策を行っていた。 ところが1972年7月、山陰地方を襲った昭和47年7月豪雨では、豪ノ川、大田川をはじめ、中国地方の河川の大半が氾濫、大きな被害を受けた。増田川流域においても増田市を中心に、甚大な被害を生じたことから、堤防の整備に加えて、ダムによる洪水調節が必要との結論に達した。河川管理者である、 島根県は、マスダ川、ミスミ川、スフ川といった中小河川に、洪水調節と不特定離水を目的とした、止水ダム群を1973年に計画し、事業を開始した。このうちマスダ川には高さ42.0メートルの止水ダムを建設する計画を発表した。これが、マスダ川ダムの原型である。だが、ダム建設に伴い水没予定となる。 マスダ市久々茂地区や美濃郡水戸町では水没対象住民がダム建設絶対反対の立場を崩さず保障交渉は難航していた。膠着状態が続いていた1983年7月山陰地方を襲った豪雨によりマスダ側は過去に例を見ない大洪水となり死者9人前半回家屋1700頭余りの大きな被害を受けた。 こうした山陰豪雨を受けて、早期の河川改修が急務となり、ダム計画の見直しを行った。この改定案では、ダムの高さを、当時の計画42.0メートルから10メートル、あまり高くする必要が生じたが、新たに水没家屋、高地が発生することとなったため、地元の同意が得られなかった。この関三隅川の五部ダムやスーフ川の大お三ダムといった、 同時期に計画されたダムが完成、あるいは本体工事に着手し、マスダ川ダムのみが長期化していった。このため、保証交渉における最大の問題であった、淡水区域の縮小が必要不可欠とされ、なるべく大きくしない方策として、ダムに貯水を行わない穴空きダムとして、現在の計画が立案され、1989年には保証基準の調印を行い本格的に、 ダム建設が進むこととなった。計画発表から16年の歳月が流れていた。上流部から見たマスダ川ダム、マスダ川ダム建設事業は主体である、マスダ川ダム本体とダム上流部でマスダ川に合流する旗川に、すでに建設された笹倉ダムのダム再開発事業という二つの柱から、なる。マスダ川ダム自体が貯水を行わない穴空きダムとして、計画され、 不特定利水の目的が外されたことから、その代替事業として、あのきダムであった笹倉ダムを貯水するダムとして再開発し、そこから下流の農地に環境水利権分の農業用水を補給することとした。本体工事着手は2001年3月、ダム本体は2005年に完成している。ただし、事業としての完成は、不特定用水確保のための笹倉ダム、 再開発事業が完成した2007年となる。計画発表から完成まで34年が経過しており、日本の長期化、ダム事業の中では期間が長いダムとなった。なおこの間、淡水範囲であった美濃郡水戸町は平成の大合併によりダムのある増田市と合併している。増田川ダムの特徴は、 平常時には全く貯水を行わない穴空きダムであり、通常は下水をそのまま流す。川床部にある常用洪水発揮は、計画洪水流量で決められた量を放流するため、計算された大きさとし、それより大量の洪水が流入した時には、自動的に貯水するシステムとなっている。したがって、ゲートなどの構造物がないことから工事費削減にも寄与するほか、ゲートの位置が、 川のとほぼ同一の高さになっているため魚類の素上が容易であり、またダムの宿命とも言える大差の処理が極めて簡単であることから環境に負荷をかけないダムの構造となっている。ひダマり湖。通常同期は写真のように全く貯水されていない。ダム湖であるひダマり湖は2005年に愛称の公募によって決定された。一般的なダム湖の姿として貯水が行われたのは ダムに貯水を行って、ダムや周辺の斜面に影響がないかどうかを調査する試験淡水の時だけであり、通常同期は写真の通り空である。従ってダム湖に貯水が行われる時は過去に例を見ない豪雨が降った時である。周辺にはレクリエーション施設などが建設されており、市民の憩いの場として整備が行われている。ありがとうございます。